皆さんこんにちは、ミカです。今日はビクラムヨガを行います。世界中で練習されているホットヨガで26のポーズと呼吸法を90分かけて行います。すべて2セットを行うところ、こちらの動画では1セットのみを行っています。今回は前半13のポーズを行うスタンディング編になります。続けることで筋力、バランス、柔軟性が向上します。ではマットの前の方に立って始めましょう。最初は鼻から吸って口から吐く呼吸法、喘息などに効果のあるプラーナヤマブリージングです。両足を揃えて立ち、握り拳を作って顎の下に当てます。鼻から吸って肘を天井の方へ持ち上げます。口を大きく開けて天井へ向かって息を吐き、頭を後ろへ下げて肘を閉じます。鼻から吸って顔を正面、肘を天井へ持ち上げて肋骨を左右に開きます。口から息を吐いて頭を後ろへ下げ、肘を胸から遠い位置でタッチ。鼻から吸って顔を正面、肘を持ち上げ天井の方、顎で手の甲を下に押し下げるようにします。口を大きく開けて天井へ向かって息を吐きます。首が辛ければ顔を後ろへ倒さず、顔を正面のまま行います。鼻から吸って肋骨を左右前後に膨らませます。肺の内側を満たすように呼吸吸い入れましょう。口を大きく開けてその息全部吐き出します。鼻から吸って足の裏でマットを押し、内ももを締めて身長を1センチ伸びるように。口を大きく開けてお尻を締め、おへそを引き上げ、肘を胸から遠い位置へ。鼻から吸って顔を正面、顎で手の甲を下へ押し、肘は空の方向へ向けます。肋骨を左右に広げて口を大きく開けて天井へ向かってあったかい息を吐きます。肘を胸から遠い位置へ、前腕が床と平行になります。さああと3回です。鼻から吸って顔を正面、足の裏でマットを押して背骨を縦に伸ばします。口を大きく開けて天井へ向かって吐きます。お尻を締め、内ももを寄せて下半身強く使います。胸は空へ見せ、背中には後屈。鼻から吸って顔を正面、おへそ引き上げ、肋骨を左右前後に膨らませるイメージです。口を大きく開けて天井へ向かって吐き、もうこれ以上吐けないというところまで息を吐き切ります。ラスト1回、鼻から吸って顔正面、身長を高く、あともう一つ吸い入れて、口を大きく開けて体の息を全部吐き切ります。空っぽになるまで息を吐き切ったら、鼻から吸って顔正面、手をほどいて体側に下ろします。こちらの呼吸法は体を温め、呼吸機能を高める効果があります。通常2セットを行います。マットの前の方、両足を揃えて立ち、吸気で両手を頭の上、握り拳を作って人差し指を天井へ突き立てます。左右前後に上半身をゆらゆら揺らしたり、ぐるぐる回したりして体をほぐします。反対方向にも回したら真ん中に戻ってきましょう。吸う息で背骨を伸ばし、人差し指を天井方向へ伸ばします。吐く息で体を右へ倒します。息を吐き切ったらまたそこに吸って、吐く息でポーズを深めます。3、足の裏でマットを押して、2、内ももを真ん中に寄せ集めます。ラスト1、お腹の息をすべて吐き切って、吸う息で戻り、吐く息反対方向左へ倒します。腰を右へ押し出し、上半身を斜め上方向へ伸ばします。3、胸は正面、視線も正面です。2、体をブランと下へ倒していかないように注意しましょう。1、空の方向へ向かって上半身もひと伸び、すべての息を吐き切ったら吸って戻って、次の吐く息で胸を空へ見せるようにして後屈バックベンド。腰が辛い方は無理して後ろへ倒さないようにします。大丈夫であれば両腕を耳の横、視線をその指先です。足の裏でマットを押し、内ももを締め、おへそを引き上げて、もう一つ指先を遠く後ろ、上体を起こし戻っていきます。吐く息、両腕で耳を挟んだまま、お腹に力を入れ、背骨まっすぐのまま上体を前を倒し前屈です。両手マットに降りてきたら、膝を曲げたり伸ばしたり、頭をゆらゆら揺らして上半身にリラックスします。膝を曲げて両手のひらを天井へ向けます。足はぴったりと閉じた状態で、
かかとの後ろ側から手のひらをかかとの下に差し込みます。肘をふくらはぎの後ろへ当てて、お腹とももをくっつけ頭を下げて、おでことすねを近づけます。ここからさらにお尻を天井方向へ持ち上げるようにして腰を伸ばします。余裕のある方はかかとを後ろへ引っ張り出そうとすることで、さらにおでことすねを近づけます。肘はふくらはぎの後ろへ、肩を耳から遠ざけ上半身を下へ伸ばそうとします。体重をつま先の方へ乗せようとすることで、足の後ろハムストリングスが伸びてきます。あともう一呼吸、鼻から吸って深く吐いて、お腹とももをくっつけおでことすねを近づけます。吐き切ったら吸って戻ってきましょう。両手で耳を挟み握り拳作って人差し指を伸ばします。お腹の力を使って吸い気で上体を起こして、吐いて両腕を下ろします。足を腰幅に開き、つま先同士は平行にします。吸って両腕を肩の高さ、手のひらは下に向けます。次の吐く息で膝を曲げて椅子に腰掛けるようにします。ももの裏側が床と平行を目指します。うつかたあさなチェアポーズ、下半身の強化、集中力を高めます。腰を下げれば下げるほど強度が上がります。おへそは背骨の方へ引き上げ、腕は前へ伸ばし続けます。吸い気で膝を伸ばします。腕はそのままキープです。セカンドパート、鼻から吸って思いっきりのつま先立ち、かかとをできるだけ高く上げたまま、そこから膝を曲げてお尻を下げます。背骨はまっすぐ、床と垂直を保ち、おへそを引き上げます。かかとを上げたままお尻を下げ、膝は腰幅平行のままです。背中をまるで椅子の背もたれにくっつけるかのように床と垂直を保ってください。次の吸気で膝を伸ばし、吐いてかかとをマットに下ろします。さあ、サードパートはかかとを先ほどの半分ほど床から持ち上げ、膝同士をくっつけます。そのまま背骨をまっすぐ、お尻を下げます。両手は床と平行をキープです。かかとはマットから浮いたままお尻を下げます。お尻を完全に下ろしきらない位置、かかとから数センチ浮かせ、ももが床と平行のところ、膝同士を寄せ集め、おへそを引き上げ背骨を伸ばします。余裕のある方はさらに膝を下に下げようとして、お尻より低い位置、次の吸気で内もも膝寄せ合いながら戻ってきます。かかとを下ろし手を体側です。ガルーダーサナイーグルポーズです。吸って両腕を頭の上、吐く息で右の腕を左の腕の下にして肘同士を絡ませます。手のひら同士を合わせ、親指が鼻先の方に向けます。鼻から吸って、吐く息で両膝を曲げ、吸って右足を持ち上げて左のももの上に絡ませます。しっかりももの付け根から絡ませるようにしましょう。足と足の間に隙間ができないようにして、柔らかい方は右の足の甲を左のふくらはぎの後ろに当てます。吐く息でお尻をさらに下げ、重心を下ろします。指先を正面に向け、視線をその指先の先へ、足が獲物を狙うような鋭い視線を向けます。集中を深め、鼻から吸って両腕を上げて解放、足もほどきます。吐く息で左の腕を下にして肘同士を絡ませます。吸って背骨を伸ばし、吐いて両膝を曲げてお尻を下げます。吸う息、左足を持ち上げ、右ももの付け根から絡ませます。左の足の甲を右ももふくらはぎの裏側へ、足と足の隙間をできるだけなくすようにします。吐く息でさらに腰を下げ、重心を落とします。肘同士、膝同士を真ん中に寄せ集めるようにして関節を圧迫します。吸い気で両腕両足を一気にほどいて、全身に血流の流れを促します。吐いて両腕を下ろし、お水が必要な方はここで取りましょう。さあ、次はダンダヤマーナジャーニシュルシャーサナ、おでこを膝にくっつけるポーズです。マットの前の方に立ち、右膝を軽く曲げます。少し前かがみになって右膝を持ち上げ、両手10本指を絡ませて足の裏をキャッチします。吸って上体を起こし、吐く息で右足を前へ押し出します。右のかかとを前へ押し出し、つま先は天井、左足でマットを押して、お腹の力を使って右足床と平行をキープします。ここでバランスが取れている方は吐く呼吸、背中を丸めておでこと膝を近づけます。ヘッドニーポーズ、セカンドステップ。スタートステップへ進む方は肘を曲げて、その肘でふくらはぎを外側から挟むようにくっつけます。バンダ強化のポーズ。
おへそを引き込んで、ムラ・ウディアナ・バンダ。顎を引いて喉元を締めて、ジャーランダラ・バンダを活性化。かなり難易度の高いポーズです。3、2、1。吸ってヘッドアップ。吐く息で膝を曲げてリリース。手、足を下ろします。少し足踏みをして反対側を行いましょう。両足を揃えてマットの前の方。吐く息で左膝を曲げて少し前かがみです。吸う呼吸、左膝を持ち上げて両手足の後ろ、10本の指を絡ませて持ち上げます。吸って上体を起こして背骨をまっすぐ。吐く呼吸で左かかとを前へ押し出し、軸足、お腹、全身力強く使っていきます。右の軸足でしっかりと床を押し、おへそを引き込む。左かかとを押し出してつま先を天井へ向けます。まずはファーストステージ。右の軸足がしっかりと伸び、左の足が床と平行キープできたら、次の吐く息でおへそをさらに引き込み、背骨を丸めておでこと膝を近づけます。3つのバンダに6個をかけてエネルギーを高めます。さらにいける方は肘を曲げて、その肘でふくらはぎを外側からキャッチします。背骨のカーブを大きくして、おでこと膝をさらに近づけます。軸足とお腹の強さ、集中力の必要なポーズ。3、呼吸します。2、左かかとを押し出し、ラスト1。すべての息を吐き切ったら、吸ってヘッドアップ。吐いて膝を曲げて、手と足を下ろしてリリースです。足踏みなどをして使ったところを少し緩めましょう。さあ次はダンダヤマーナーダユラーサナ。軸足の強さと背中のバックベンドがキーとなります。両足を揃えてマットの前の方に立ちます。右肘を曲げて手のひらを天井へ向けましょう。右膝を曲げて足の甲を内側からキャッチします。両方の膝を閉じてくっつけます。吸う息で左腕を天井へ伸ばし、指は揃えて手のひらを正面へ向けます。吐く息で右の足の甲で手のひらを後ろへキックするようにして蹴り上げます。お腹が床と平行のところを目指し、左の腕は床と平行、正面へ向かって伸ばし続けます。手のひらは床を向いています。3、軸足でマットを押します。2、右の足の甲は右の手のひらをキックし続けます。ラスト1、胸を引き上げるようにして背中に後屈、バックベンドを感じていきます。吐き切ったら吸って上体を起こして、吐いて手と足リリースです。少し足踏みをして反対側を行いましょう。両足を揃えて閉じ、左肘を曲げて手のひらを天井に向けます。左膝を曲げて足首か足の甲を内側からキャッチ。柔らかい方ほど足首よりさらに下を持つようにします。吸って右腕を空へ伸ばし、身長1センチ伸ばすように。吐く息で右の足の甲で右の手のひらをキックするようにして上体を前へ。右の肩をできるだけ後ろに引き、背中に後屈を作ります。お腹は床と平行、胸は下がりすぎずお腹より高い位置でキープ。3、軸足は地球にピンを刺すように。2、上げた足が外へ広がらないよう、左のつま先は頭の真上に伸ばしていくイメージ。ラスト1、軸足のストレッチが 40%、 背中の後屈が 40%、 肩のストレッチが 20% 必要なポーズです。吸う呼吸で上体を起こし、吐いてリリース、緩めます。さあ次はトゥラダンダーサナ、集中力バランス感覚を高めるポーズです。マットの真ん中に両足を揃えて立ちましょう。両腕を頭の上、握り拳を作り、人差し指を天井へ突き立てます。両手で耳をぴったりと挟みましょう。右の足を一歩前へ出し、吸って一伸び。吐く息で上体を床と平行、左の足をお尻の高さでアルファベットの T の字になります。3、呼吸しましょう。2、右足の母子球、かかとの内側でマットを押します。ラスト背骨床と平行、吸う息で上体を起こし、吐いて両足を揃えます。反対側をこのまま行います。左足を一歩前へ、吸って一伸び。吐く息で上体を床と平行、アルファベットの T の字。3、左右のお尻の高さを揃えます。2、二の腕は耳にぴったりとくっつけます。ラスト1、姿勢斜め遠くの床へ。
鼻から吸って上体を起こし、吐いて両腕を下ろして元いた場所に戻っていきます。次は足を大きく開いた前屈ポーズ、内ももハムストリングスを伸ばします。マットの前の方、両足を揃え右側を向いて立ちます。吸って両腕を頭の上、手のひら同士を合わせます。吐いて右足を大きく右へ開き、両腕を肩の高さで大の字。両足はつま先同士を平行にします。鼻から吸って、吐く息、ももの付け根から体前に折りたたみます。両手で足を外側からキャッチ。最終的にはかかとを後ろからつかみますが、まずは足の外側から手のひらを天井にして指を下に差し込むようにします。届かなければ足首をつかむ、ふくらはぎを手に当てるでも構いません。膝が曲がっている方は膝こそ上にリフトさせるようにして膝の後ろを伸ばそうとします。3、足の親指、腰球、かかとの内側でマットをして、2、肘を曲げてお腹をももとももの間にしまい込むように、ラスト、尻尾の骨から背骨、頭のてっぺんまで一直線、床と垂直をイメージします。リリース、両手を左右に開き、お腹の力を使って吸う息、上体を起こし、両手頭の上で合わせて合掌。右足を左足に揃え、吐いて両腕体側、タダアサナに戻ります。次はトリコナアサナ、足、ウエスト、全身を引き締めるポーズです。吸って両手頭の上で合掌、吐いて右足を右へ大きく開き、両手を肩の高さへ。右のつま先を後ろへ向け、左のつま先を内向きにします。吐いて右膝を曲げて、姿勢を右手の指先へ。この時、右膝が右かかとの真上、つま先より膝が前に出ていたら、足幅を広めて調整してください。手のひらをくるりと返し、親指を天井へ向けます。姿勢を左手の指先にし、次の吐く息で右側方向へ体を倒します。右の肘が右膝の内側、右手の指先は右の足の親指と人差し指の間へ滑り込ませます。左かかとでマットを押し、左手指先は空の方向へ。トリコナアサナ3、視線を左手指先、胸を開きます。2、お尻を締めて股関節を開いて、ラスト1、右手に体重を乗せないようお腹を使います。吸う呼吸、状態を起こし、つま先の向きを入れ替えます。右のつま先を内向き、左のつま先を正面へ向けて吸って、吐く呼吸、左膝を曲げて、左膝がかかとの真上に来る位置、左のももの裏側が床と平行を目指して腰を下げます。辛ければもう少し腰の位置高くしても構いません。親指をくるりと天井へ向けて、視線を右手の指先へ。吐く呼吸、左へ倒します。左手の指先は左の足の親指と人差し指の間に添えるか、もしくは左足の内側に置きます。左の肘が膝の内側、肘で膝を少し外側へ押し開くようにします。胸は空へ見せるようにし、右腕空へ向かって伸ばし続けます。 3. さあ、全身へエネルギーを広げるポーズです。 2. 足でマットをして胸を開く。ラスト、右手の指先を空へ届けるように、吐き切ったら吸い気、上体を起こして、両手頭の上、足を揃えて吐いて手を下ろし、タダアサナです。次はダンダヤマーナビバクタパーダジャーヌシルシャーサナ、免疫機能を高めるポーズです。吸い気、両手頭の上で合掌します。右足を3足分程度右側開き、骨盤から後ろへ向けます。右のつま先は真後ろ、左のつま先は斜め45度外向きにします。骨盤は平行、吐息吸って、吐く息で顎を下げて喉元グッと押し込みます。頸椎から徐々に背骨を一つずつ丸めるようにして、おでこと膝を近づけます。指先がマットに降りてきたら、その指先でマットを押して、さらに背中を丸めましょう。3. おへそ引き込んで、ムラ・ウディアナ・バンダ意識。 2. 背の腰の高さを平行に、右の腰骨を少し前へ出す意識。ラスト 1. おでことすねをさらに近づけて、おへそをぐーと背中の方に引き上げるように。戻ってきます。お腹の力を使って吸気状態を起こし、かかとを軸にくるくると方向正面へ変えます。左のつま先を正面へ向け、右のつま先は斜め45度、右の腰骨を少し前を押し出すようにして、骨盤を平行に整えます。吐く息、顎を下げ、喉元を押しつぶすようにしてロックをかけます。背骨を上から一つずつ丸めて、おでこと膝を近づけましょう。指先がマットについたら、その指先でマットを押して、さらに背中のカーブを大きくしていきます。 3. おへそ引き込み、お腹のバンダを意識。 2. 腎臓、膵臓、肝臓、脾臓を刺激します。
ラスト1、おでこと膝をもう一つ近づけようとして背中丸めてムラウディアナバンダ引き上げます。バンダというのは最初意識するのが難しいですが、お腹にロックをかけることで体内のエネルギーをコントロールすることができるようになります。吸い気で上体を起こします。背骨一つずつ下から積み上げるようにして、顔が正面に戻ってきたら一度右を向き、手と足を揃えてタードアサナに戻ります。お水を取る方はここで取りましょう。スタンディングポーズはあと2つ。まずはブルクシャーサナ、バランス感覚を整えるポーズです。マットの前の方、両足を揃えて立ちます。右膝を曲げて右へ開きます。右足を持ち上げて足の甲を左のももの付け根、鼠径部のあたりに引っ掛けます。難しい時は右の足の裏を左の内ももに当てる、もしくはふくらはぎの内側に添えても構いません。左手を右足に添えたまま、右手は胸の前、親指をハートセンターへ、支点を1箇所に集めます。右膝は下へ下げると同時に後ろへ押し広げるようにすることで股関節が開きます。左足は大地とグランディング、胸は引き上げます。では吐く息で手と足を下ろして反対側です。少し足踏みをしても構いません。左の膝を曲げて外側へ開きましょう。左足を持ち上げて足の甲を右足の鼠径部、ももの付け根に引っ掛けます。難しい時は軸足の内もも、もしくはふくらはぎのあたりに当てるようにします。膝の真横は避けます。右手で左足をサポートしたまま、左手をハートセンターへ、親指を胸の中心に当ててハートを感じます。右の足裏、親指母子球でマットを捉え、内ももを引き上げます。左膝は左後方後ろへ押し下げるようにして左股関節の開きを感じます。膝に痛みを感じるときは無理をしないようにします。視線は一点集中、内側を静かに整えます。呼吸止めないように。次の吐く息、手と足を下ろしてタダアサナです。ラストはパダングシュタアサナ、足首ふくらはぎを引き締めるポーズです。では右足を持ち上げて左ももの付け根へ引っ掛けます。このままトリーポーズを続けても構いません。大丈夫な方は上体を前へ倒し、両手をマットにつきます。そのまま左膝を曲げてお尻を下げ、正面を向きます。さあ、手のひら同士胸の真ん中で合わせてもいいですし、最初難しければ両腕は体の両サイドで矢印塀のようにしてバランスを見つけます。腰骨を立てて背骨をまっすぐ床と垂直に伸ばそうとします。トースタンド、足首強化のポーズです。では戻ってきましょう。両手を体の前、マットに置いて、手でマットを押しつつ左膝を伸ばして体を起こします。起き上がってこれたら一度手のひらを合わせて、吐いて手と足を下ろしてタードアサナです。反対側を行いましょう。左膝を曲げて外へ開きます。手で持ち上げて足の甲を鼠径部へ置きます。ツリーポーズを続けるかトースタンドにチャレンジします。さらにアドバンスは両手をマットに下ろさず、お尻を下げてトースタンドポジションへ。軸足、お腹の強さ、バランス感覚が必要です。慣れないうちは視線を斜め前の床にし、両腕は左右でバランスをとります。安定したら胸前合掌、視線を正面にし、おへそを引き上げコア、背骨1センチ縦に伸ばすようにします。では戻っていきましょう。両手を体の前、マットに置いて、手で床を押す力を使って右膝を伸ばし、お尻持ち上げます。手のひらを胸前で合わせてトリーフォール、吐いて足を下ろしてタダアサナです。さあ、前半最後のポーズはシャーバーサナ、体を回復させるポーズです。マットの前を頭にして仰向けになります。お水が必要であれば取るようにしてください。ビクラムヨガ前半のシャーバーサナは本来後半のポーズに向けエネルギーを回復させるために行います。そのため90秒程度と時間は短く、また目を開いたまま意識を呼吸に向け続けます。ただし、もしこちらの動画で皆さんがこのままお休みされたいときは、体が冷えないようにしてお休みになってください。心と体がリラックス、マットに深く沈んでいきます。皆さん動画をご覧くださってありがとうございます。後半のポーズは腸を刺激するウィンドリムービングポーズからです。では、ナマステ。こちらの動画で使った音楽はショップからダウンロードしていただけます。全8曲、
お部屋での BGM やヨガの練習に良い感じのものを選んでいます。ではビクラムヨガ後半でお会いしましょう。